審判を味方につけたりとか、してくれるんで、自分の試合審判で結構流れたこっちにも行ってきたりとか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 してくれるんで、自分の試合審判で結構流れたこっちにも行
やっぱフェアプレーでやっていくだけでも全然違うんじゃないかなというふうに思います。あとは、練習できるようになったら少しずつ、そしてまあ練習できない時でも日々トレーニングしとってもらえればなというふうに思います。相手は体力なくなってきて途中からね、もう早い段階で蹴ってるんで、まあこちらは足元もあるし、あと連携がうまくいってないだけだというふうに思うんです。ずっと一生を目指すんじゃなくて勝ち続けることってどういうことなのかって、であと LINE でいろいろとやり取りしてると思うんだけども、まあ、そういったところもね、コメントしながらやっていければなというふうに思います。あとは片山さんの方が動画撮影をいつもしてくれてます。でよかったらねコミュニケーションも取っていただければいいかなというふうに思ってます。はい、以上です。以上。どうぞ。